佐藤君也は日本人レーシングドライバー。兵庫県神戸市出身。開催ユーロシリーズ参戦。地4歳の頃よりカートレースを始める。1998年から2002年には鈴鹿サーキットレーシングスクールに所属。高校進学時に都営し、2006年よりホームユラ BMW u k に年間参戦。2008年には ニスモのオーディションに合格し、日産ドライバーデベロップメントプログラムの一員として、フォーミュラチャレンジジャパンに参戦し、シリーズランキング2位を獲得。2009年には全日本海産選手権、ナショナルクラスにステップアップし、チームの場で2年間を戦う。日産から、スーパー GT GT300 クラスのオファーを受けたが、ヨーロッパでフォーミュラレースを続けることを選び NDDP を、 離れる。2011年にドイツのモトパークアカデミーからユーロ界3に参戦し1勝。2012年には同チームよりドイツ界3カップに参戦し4勝してシリーズ3位を獲得。2013年は元界1ドライバーの井上隆友吾がチームオーナーを務めるユーロノバよりオート GP へ参戦。前半戦3勝を挙げてチャンピオン争いを演じ。 最終的に年間5勝ランキング2位となった。2014年はカンポスレーシングよ。GP2 ではマシンセッティングに苦しみ7位入賞1回に終わる。一方、2年目のオート GP では年間最多勝記録を更新する6勝を挙げ、自身のキャリア初となるシリーズチャンピオンを獲得した。この階級のミドルフォーミュラにおいて日本人ドライバーが欧州で チャンピオンとなったのも初めてだった。会1シルバーストンテストにて、ザウバー C32 をドライブ2013年7月、シルバーストーンで行われた、会1はカテゴドーテストに参加し、ザウバーのマシンで走行した。なお、このテスト機会のため資金難のザウバーへ25万ユーロを支払うと報道されたが、佐藤側によると、海外メディアが書き立てた誤報とのこと。 10月の日本 GP ではザウバーのリザーブドライバーに選ばれた。2015年から国内レースに復帰し、チームジャロックよりスーパー GT の GT300 クラスに参戦。マシンはランボルギーニのガヤルド・ウラカン。2019年シーズンより4年間所属したジャロックから土屋エンジニアリングに移籍。マシンはトヨタ 86MC。ありがとうございます。